危機、春、思い、経験、歴史、地球。この一年、私はいっぱい受け取ってきたどれも欠かせない大事な経験。それを全て出し切りたい、惜しみなく全てをお披露目したい。だから私の思い全部を技名にするって決めたんだ。安直だけどね。だけど忘れちゃダメなことがあと一つ残ってる。生まれてから今までに至るまでの私。ずっと夢見てた桜の下で美しく舞うお姫様。私の描く最も綺麗な夢の姿。でも恥ずかしくないの。ずっと黒歴史だって隠してきたのに。そうだね、今でも恥ずかしい黒歴史だよ。でもさ、考えたんだ。現実にしたらそれは最も素敵なことなんじゃないかなって。だからね、私の理想の姿は小さい頃から夢見てた桜のお姫様。それが私の理想の原点なんだって分かったんだよ。まだ未熟な私だけど、だけど未熟な私が叶えたい夢を今叶えてもいいよね。うん、いいよ。思う存分お披露目して。ありがとう、私たちの夢を叶えてくれて。さあ、魔王、この夢物語を思う存分、そして見せよう、私の大事な家族に。妖艶に舞う桜姫。綺麗、純粋にそう思って、手が止まって、殺意が薄れて、そして、見とれてしまった。咲き乱れる桜の中、一人舞うその姿は、桜に愛されし、そして桜を愛す、春の猫。さあ、踊ろう、春の猫と共に、桜の勢いを美しく舞う。いつの間に、桜の喜びが全体を桜で覆う。みんな舞う。それに桜花の中には神がいる、最古の詩人、玄武が、膨大なオーラは補える、玄武をより白にして神域を作れば可能になる。ただ、無茶苦茶なのは間違いないけどね。この勝負は持って1分も持たないだろう、そこで決着が決まる。七三とのもので私と張り合えると思うなよ、桜花。能力で補ったものは私の前では無力だ。呪い剣だね、それ。まとっている服自体が主戦かプラスの硬さ、いや、その何十倍もの耐久性を持っている。別に私自身が強くなったわけじゃない。オーラだって他の選手みたいに奥もない、数十万が精一杯だよ。でも私には無限霊力がある。だから体力だけは頑張って身につけた。私自身が鍛えたものなんてその程度だ。武術のセンスなんてない。だから普通にやればペッカちゃんに何十回も切られてる。外した、これは満開桜とどうこうか。この空間の効果は何の影響常時発動。満開桜、守護天下走行、理想の実現か。この空間内なら私より圧倒的に強いペッカちゃんと同等に戦える。そう理想しているから。私にできない理想の武術を。おとえ、この手前。
計か。メリア、今オーカはどれくらいのオーラを消費したことになるんだ。数千億。いや、もう超近く。正直、なんで動けるかわからないです。あの状態のオーカちゃんは石化様でも耐えるのが精一杯。これは、やっぱり我慢比べだ。オーカが体力切れで倒れるか、石化が体力や集中力を切らしてオーカに倒されるか。想像以上です。ここまで石化ちゃんに追いすがるなんて。それがオーカの努力だったんだ。石化との約束や、夢を叶えるためのね。二人とも、わかってる。今あなたたちは世界の舞台で、しかも世界の人たちの前でこれだけすごい戦いを繰り広げてるのよ。もう、誰もあなたたちを落ちこぼれなんてバカにしない。それはあなたたちが誰よりも努力をしてきたからこそ得たもの。誇りなさい。もうあなたたちはお互い一人前よ。でもなんでだろう。嬉しいのに少し寂しいな。今まではみんなの分まで優秀であろうと頑張ってきたけど、もうその必要がなくなったからかな。楽しみなさい。互いの成長を。相当無茶してるな。だけど今はそれでいい。後悔しないように、ぶっ倒れる最後の1ミリまであがき尽くせ、オーカの努力の全てを石化に叩きつけろ。血は現時点でも弾かれ、肉体は満開作だ、の同効果で干渉、武術はなぜか私と同等レベル、隙がない。私の能力の無力化も機能していないし、少しでも隙を見せれば致命傷を食らう。さすが石化ちゃん、この状態でも全てしのいでる。40秒間攻め続けても全然攻撃が通らない。なら最後の逆転の一手だ。さっきから遠距離攻撃を使わない。不自然だ。私が近距離でそのスすら与えてないからか。でもそんな簡単に抑えられるものか。オーカが準備してないなんてありえるか。だけど現状止まってる。ならこのまま継続だ。ずっと見逃さなかったよ、その行動を。ちゃんかの立ち。地球の恩恵。治療。あ、体内から強烈な衝撃が。隙ありだよ、せっかちゃん。ここで止めた。あと少しで致命傷だったのに。予選で使ってたやつか。普段なら恩恵も無効化するのに。とっておきはとっておきのタイミングってね。だけどもう残す手の内はない。このまま私の限界が来る前に勝負をつける。ゼロ、デジュージュン。もうわかっているんだろう、オーカ。もう幕引きも近い。この均衡はもうすぐ崩れるからね。後悔を残すなよ。やりきれよ。オーカの全てをここに全部置いていけ。私が全部受け止めてやる。そして私が勝つ。望むところだよ、せっか。なら最後まで受け切ってみせなさい。妖艶に舞う桜姫の最後の舞を。もう残り10秒、最後だ。二人とも、頑張ってください。未練を残さないで。オーカ、せっか、オーカ、せっか、オーカー。では、アクロセンテレオ。地球安全流、限定応対処理。もっと、もっと、全部私にぶつけろ。出し切れ、押し切れ、全部捨てる。オーカオーカ、本当に強くなったわね。まさかここまで追い詰められるなんて思わなかった。私もだよ、せっかちゃん。私の想像していた何十倍も強くなってた。本当せっかちゃんは昔からすごいや。お互い、いっぱい成長したってことね。今回の勝負は引き分けってことにしましょう。そうだね、それじゃあ次はいつ勝負をつける？そうね、1年後、いや数年後、十数年後かな。結果だね。もちろん、今回は戦闘だったけど、お料理でもいいし、幸せな家庭自慢でもいい。競えるものは全部競いましょう。まったく、せっかちゃんは負けず嫌いだな。負けないよ、私も。私たちは生まれてから死ぬまでずっと双子の姉妹なんだから。今だけじゃなくて、これから先の未来もずっと、高め合おう。お互いの定めた道で。そうね、約束だよ、オーカ。うん、せっかちゃん。ほら、行こう、私たちの未来に。そうだね、次はどんな手を用意しようかな。バカね、どんな手できても私が勝つわよ。私は今幸せ者よ。甘いね、せっかちゃん。私だって今すっごく幸せ者だもん。これはせっかちゃんでも譲れないね。いい度胸じゃない？なら私はこれからもっともっと幸せ者になるもんね。私の方こそせっかちゃんが泣いて羨ましがるくらいの幸せ者になってやるもん。次は絶対に負けないからね。お疲れ様、強かったよ、オーカ。勝負あり。オーカ選手がせっか選手に最後の攻撃を仕掛ける前に体力切れでダウン。せっか選手は即座に武器を下ろしてオーカ選手を受け止めました。よって、1回戦第13試合勝者、引きせっか選手。次また。ね、約束だから。
視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。